これまでに紹介した押したらやばそうなボタンシリーズです。これがバージョン1。多くの人が真似して作り方を紹介しています。動く椅子として紹介している人もいます。これがバージョン2。面積が大きくなり、感触も良くなりました。これがバージョン3。接地面がすっきりまとまり、スタイリッシュになりました。これがバージョン4。ものすごいクリック音を出します。そしてこの度、押したらやばそうなボタン、バージョン5が完成しました。ちっちゃくて可愛いですが、安定感は抜群です。今回はこのバージョン5を作っていきます。まず折り紙を裏返し、三角に折ります。折り筋をつけ、広げます。90度回し、また三角に折ります。折り筋をつけ、広げます。手前の角を中央に折ります。1ミリぐらい手前でもいいです。この折った部分も中央に折ります。0.5 ミリぐらい手前でも大丈夫です。さらにさらにこの折った部分中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。折りやすいように向きを変え、こちらの角も中央に折ります。1ミリぐらい手前でも大丈夫です。さらにこの折った部分中央に折ります。 0.5 ミリぐらい手前でもいいです。白い部分が少し見えるぐらいでもいいです。さらにさらにこの折った部分中央に折ります。このように細く折ります。ここまで折ったら全体を広げます。パカッとめくり、この角を引っ張ってビロンと広げます。この角を引っ張ってビロンとめくります。90度回し、また手前の角を中央に折ります。1ミリ手前でもいいです。折った部分も中央に折ります。5ミリほど手前でもいいです。さらにさらにこの部分中央に折ります。折りやすいように向きを変え、こちらの角も中央に折ります。1ミリほど手前でもいいです。折った部分中央に折ります。5ミリほど
手前でもいいです。白い部分が見えるぐらい。さらにさらにこの折った部分、中央に折ります。このように細長く折ります。最後に折ったこの部分、開きます。このように開くとたくさんの四角がありますが、この中央から奥1、2、右2つ目にこのような折り筋、左1、2、2つ目にこのような折り筋、そして手前右1、2、2つ目にこの折り筋、左1、2、2つ目にこのような折り筋をつけていきます。まずこの部分、このように持って右側を向こう側に倒し、ここと奥のここに折り筋をつけます。さらにこの部分押さえて、ここと奥のここに このような折り筋をつけます。この折り筋の内側の四角でその周りを立てます。このように。そしてこの部分、反対側に折ります。このように裏側に折ります。ひっくり返すとこのようになってます。そしてこの部分でこのように段に折り、中に沈めます。よく折り目をつけといて、続いてこの折り筋でこのように外側に折ります。さらにこの折り筋で内側に折ります。この先はこのように折ります。同様に左側もまずこのように立て、こことここを裏に折ります。裏側に折ります。ひっくり返すとこのようになってます。そしてこの部分でこのようにジグザグに折り、中に入れ、しっかり折り筋をつけておきます。そして引っ張り出し、この一つ隣、ここを外側に折ります。このように外側に折り、さらにその隣の折り筋で内側にこのように折ります。そして角をこのように折ります。どちらか一方の端を細くします。そして
この部分に入れ込みます。このように入れ込んで重ねます。ひっくり返して形を整えれば、これで押したらやばそうなボタンバージョン5の完成です。大好評、押したらやばいボタンシリーズ、ぜひとも作ってみてください。